皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日も皆さんの力作コースどんどん遊んでいきたいと思います。イエイ。はい、まずはこちらのコースですね。こちら YouTube のコメント欄に送っていただいたコースになります。ザリガニさん、クリア率がまだ 0% なんですよ。ちょっと覗いたんですけどね、クリアできる気がしないんですよ。これまずスタートして普通に走っていくと嫌い放題にゴールが塞がれちゃうんですよ。で、これそしたら壁キックスタートかなとか思ったんだけど、何回やってもそれもできない。ジャンプ連打かなとか思ったけど、それでもいけない。今のはスピンジャンプでしたけどね、普通のスピンジャンプでもしゃがんでてもいけない。無理でしょこれね。えこういうこと。いや無理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 。というわけでいろいろ試したんですけれども、もう私これ半分以上進めませんでした。というわけでギブアップ。お、いいねランキング普通の1位が久しぶりに入れ替わってましたね。ずっとこのミッションインポッシブルだったんですけど、息抜きにどうですか、スピン半自動。へえ、半自動コースが難易度普通のランキングに入ってくるんですね。ちょっと遊んでみましょう。スピン半自動いきますよ。これさ、あれじゃない、スピン押すタイミング次第によってはやられちゃうんじゃないの。どのタイミングで押せばいい。今すぐ押した。ダメじゃんダメじゃん。どうすりゃいいのどうすりゃいいの。いつのタイミングで。え、当たっちゃうじゃん。ダメじゃん。このぐらい。これは成功してるっぽい。いいねー。これでもさ、スタートのスピンボタンを押すタイミングがわからないといつまでたってもクリアできないような気もするんだけど、大丈夫。押してるよ、ずっと押してるよ。本当に大丈夫。ん？扉に入っていいのかな？入るよ。なんなんだい？さっきもここまで来たんだ。で、来たでしょ？じゃあこのまま押してるよ。バネかなんかが降ってくる？どうすんの本当に。タイムアップなんだけど。どういうこと？どういうこと？何がさせたかったんだこのコースは。え？半自動コースじゃないの？今普通に動かしてるけど。え？ははははははじゃないよ。ちょっと笑ってる場合じゃないよ。ゴールどこよゴール。こっち？本当にこっち？なんなんだいこのコース。やったーじゃないよ。ちょっと待ってちょっと待って、意味がわからない。これ本当に半自動でクリアできるのかな、それともタイミング次第で行き先が変わる系のコースだったのかな。どうなってんだい。
息抜きにどうですか、スピン半自動息抜き、ストレス溜まっちゃったよ、次行こう。お次はこちら、極炎のスピードラン、厚さの個性、クリア率が 6.66%、 オーメン、マガマガしい、クリクルさんがクリアしてクリア率変えてやりましょう。これかぶってんのかな、かぶっちゃダメ、ダメじゃん、メットでけ。ここで壊したらスピンジャンプからの、ここはスピンだよね、え、あのコインの位置でジャンプしていけってことか、そういうことね。これは P スイッチを踏んだら反応しないとすぐやられるぞ。これは三段ジャンプかな、次スピンジャンプからの、間に合った、壁こっち、ビッコイン、あ、全部揃ってる、ありがとう、詰まった、そんなところで詰まるのは想定外、残り1秒間に合うか、ラスジャンかと思って一応ジャンプしておいたけどそれはなかった、 OK、 フフ、いやーよかった、たまにはスピランもやらないとね。極炎の鬼神ハードスピードラン、アツさんちょうどいい難易度でしたね、ありがとうございます、次行こう。はい、お次はこちら、痩せろマリオ、痩せなきゃ姫と結婚できんぞ、ダイエット大作戦、クリア率 8% ですね。ガリマリオになればいいってことかな、あのジャンプ力高いひょろっとしたやつ、痩せろマリオ、 OK、 ガリマリオになるんだよね、残り100秒、よいしょ、アスレチックか、アスレチックでダイエットしろよってことかな、おお、ほいほい、ダンダンルーでいかないと、お、ここ難しい、ダンダンルー、いや結構難しいわ、見た目よりだいぶ難しいということが分かったんで、ちょっと気合い入れてやっていきたいと思います。まあ難易度難しいだから簡単ってことはないにしてもね、ほい、ダン、ここの高さが結構シビア、この先も結構やられちゃうかもしれない、残り86秒、ダイエットしなきゃいけないんだからある程度スピードも大事なはず、なんか書いてある、現在何キロとか書いてある、全然読めなかった、ガリマリオじゃないんかい、チビマリオかい、想定外、なんだあのひょろっとしたガリマリオにならなきゃいけないところがあるのかなとか思ってた、痩せろマリオ、痩せなきゃ姫と結婚できんぞ、ダイエット大作戦、ありがとうございました。はい、お次はこちらのコースを覗いてみましょう、新着コースからヨシーズプラン、まあ当然まだクリア率は 0% ですね、最初のクリア者になれるように頑張ってみましょう。まずスタートキノコゲット、ヨシーズプランってあったからどっかにヨッシーでも入ってるのかなと思ったけど、そんなこともない、とりあえずファイヤーをゲットしたけども、こっちこっち危ねえ、スターが切れちゃうんだけど、それが怖いよ、あーくるくるもらい泣き、はい、カメックさんはファイヤーマリオ状態なんで余裕で倒せる、これどっちにも入らないよ、どっちにも入んないで進んでいくよ、あーこれチビマリオじゃなきゃ進めないやつかな、どっかでチビマリオになってくる、だってあの扉両方外れっぽくないですか、入るの怖いんだけど、ところでヨッシーさんはどこにいらっしゃるの、今回もしやられちゃったらね、あの扉にも入ってみようか、でドスンさんがここで落ちてくる、トゲコンボちゃんがある、あれトゲコンボちゃんは来ないの、ほい、わお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 、あこっちまでは来ないのね、トゲコンボちゃんね、この先は道がわからないよ、こっちじゃないのかな、あリフト来た、リフト来た、待って、しまったしまった、え、どういうこと、ファイヤー、
キープしなきゃいけなかった。やっぱりなんですか、あの青リフトは。入れた。あの青ドクロも何だったのかすごく気になるけど、ってこっちは入れないかい。なんかアイテムが出てくるわけでもない。戻ってきたよ。踏み込めるか。あの青リフト乗ったって何にもないですよね。これは落ち着いていけば全然大丈夫。っていうかもう下ゴールやないかい。ヨッシー全然関係ないじゃん。閉じ込められてるだけじゃん。かわいそうな僕らのヨッシー。乗り捨て恐竜もどき。バイバーイ。ヨッシーズプラン一番乗りしました。ありがとうございます。今日あと1コースやって終わりにしたいと思います。では今日のラストはこちら、サマーウォーズリクエスト曲ということで、残りるさんのコースですね。クリア率 77%。 全自動でいいのかな、ちょっと見てみないとわからないけども。毎年ね、夏に放送されるサマーウォーズの演奏系コース遊ばせていただきました。いいねと。はい、そんなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録のまだの方ぜひお願いいたします。それとね、コース募集もしてますよ。優しさのあるコース大好きですよ。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。